チャンピオンマッチに2レフ1本勝負を行います。さあプロキング最終興行も第2試合目に差し掛かりました。挑戦者孝太郎選手の入場です。かつて YFB でトップとして戦っていた孝太郎選手が今このプロキングのラスト興行ということで特別参戦しています。取られたベルトを取り返すべく、これが最後のチャンスですからね。ここで取れなかったら終わりになってしまいます。さあ始まりました。最後のプロキング最後のインターコンチネンタル大会が始まりました。さあロペス選手攻めていきますが、孝太郎選手はやはり重いですね。動きが一発一発の大きさというものを感じますね。いや力が強い。シューダー、もうエルボーが出ましたね。カウントは2。前回大会では孝太郎選手が力で押していったのですが、それをなんとかロペス選手が身軽にかわして、まあ、なんとかベルトを取ったという形になりましたが、さあ今回はどっちが勝つのでしょうか。戦いが似合います。組み合った、ストンピング入れてくる。スリーバーですね。まあ、序盤ですから体力をあまり使わないように孝太郎選手締め技から攻めていきますね。序盤から、締められるというのは非常に厳しいですからね。ロペス選手ここからどう返していくか。エルボーとサミングですね。いや反則技で狙っていきます。孝太郎選手軽々と持ち上げてボディスラム。いや力が強いですね。何よりほんと軽い荷物を持ち上げるかのような持ち上げ方で投げていきましたが、トロペス選手が膝を蹴っていきますね。さあ倒れながらもなんとか蹴りで返していく。立ち上がって腕ですね、腕を攻めていきます。腕ですね、腕を狙っていきますか。いや足を踏みつけました孝太郎選手。回って
とまた腕取り返した。腹にパンチ入れてった。とラリアット、いや強烈なラリアットでしたね今。ロペス選手を吹っ飛びました。本当は2つです。あー、たまらず場外へ行きました。逃げましたロペス選手。場外カウントが始まります。ここまでは完璧に孝太郎選手の流れですね。全くロペス選手が流れをつかめないというような試合になっています。ストンピング入れてくる容赦ないですね。これここでブレインバスター決まった。いや返せるか、返せるかロペス選手。おっとこのまま腕十字にいった。いやこれは厳しい攻めですが大丈夫でしょうかね。と丸め込んだ。カウント2。いやーここからなんとか流れを返してるところですが、コーナーに振った。おっと出るか、パーティーフォール決まった。今鼻か顔面から落ちましたからね。これは決まったか。いやー決まりませんね。パーティーフォール、ロペス選手のフィニッシャーが今決まったのですが、なかなか孝太郎選手もその一発では倒れません。膝ですかね、膝に攻撃を見舞っていく。さあカウント返せるか、カウント2です。おっとこれはまずいですね、これはまずいですね。ロペス選手のマスクが剥がれる。審判もおっとおっとこれはまずいですね、マスクが剥がれてしまいました。いやこれはいやタカだ、タカですね、タカです、タカがいます。ロペスの中はタカでした。いやこのすぐこれは驚きですね。いやこれはびっくりです。孝太郎選手も今驚いていましたね。バックブリカー、いやタカです。ということはえ、いやペティグリー決まった。フィニッシャー、ロペスのフィニッシャー、いやタカのフィニッシャーというのべきか。いや決まったか、返した、返しましたね、ホトル選手返しました。いやこれはいや返した、孝太郎選手のフィニッシャーが決まりました。エンドオブデイズ。いやこれは決まったか、これは決まったか。おっとロープですね、ロープが近かった。いや奇跡的に助かりました。ロペス選手というべきかタカ選手というべきかもう全く分かりませんが、これは本当驚きですね。ドラスキック入った。ということはこの後続けてもう一試合ということになるんですかね、タカ選手は。おっと決まってしまった、スカルクラッシングフィナーレ、新しいタカの必殺技です。さあ返せるか、決まってしまった。いや流れてるのはタカの入場曲です。異様な空気ですね。ロペスの衣装で中の人はタカでした。いやこれは驚きです。白いベルトを巻いているのはタカです。
おっとスレイヤーに行った。容赦ないですね。いやー、孝太郎選手流れをつかむためにマスクを剥いだんですが、まさかの展開になってしまいましたね。おっと何をするんだ。もう一度いった。いやベルトは硬いです。危ないです。いやとんでもないですね。いやこれはまさかの展開。ブルーですね。ブルー型が後ろに来ました。いや気づいていないたか。いや今気づいた。さあ危ない危ない。何を狙うんだ。いやブルー型のロックボトムが決まった。お返しですね。いやこれは面白い展開になってきましたね。勝ったのは赤ですが、流れているのはブルー型の虹色です。さあ、メインが決まります。